なんか街のなんか壁かなんかにこうポスターかなんか貼ってあるやつでちょっと見たんですけど、はい、今ちょっと混み合ってるみたいなので、あ、いいっすよ全然、何のなんかちょっと怪しいやつなんかな思うとちょっと気になってですね、電話差し戻ったんで。もう30年以上こちらも紹介させていただいてるので、30年も老舗じゃな、そうなんですよ、もう死刑のご紹介させていただいてるんですね。あ、ということはもう当人同士の話になるから、そこはお金もらえない可能性も出てきますよね。おデート代、なんかは全て女性が出しているだけ。あんまお金は持っていかなくてもいいんですね。もちろん、やっぱりね、男性がそういったことを負担してしまうと、逆に女性を隠し持っててあげられない。なるほど。おいおいおい、金持ちの美熟女の簡単なサポート、いわゆるママ活的なやつ、ちょっと写真だけ撮っといていいですか。いいよ、ちょっと今僕も仕事探しとるけどな、今電話するんですよ。はい、フリーコールでおつなぎしています。金取られるんですか。お電話ありがとうございます。はいはい、すいません、なんか街のなんか壁かなんかにこうポスターかなんか貼ってあるやつでちょっと見たんですけど、公衆電話、はい、ありがとうございます。その辺でご覧になりました、都道府県駅名でお願いできますか。都道府県関係ですか、これ。岡山県のこれ北区駅前の周辺ですね、はい、駅前周辺、岡山の駅自体、岡山駅ですか。そうです、岡山駅周辺です。はい、ありがとうございます、はい、では担当から折り返しますので。あ、電話番号はこちらに表示されてます。で、今0120のフリーダイヤルでお電話くださったと思うんですね。そうですね。このフリーダイヤル、末尾3桁、最後の3桁教えてほしいんですけども。後ろですか。後ろです、ね。あ、488でなってます。はい、ありがとうございます。はい、今ちょっと混み合ってるみたいなので、あ、いいですよ、全然。携帯の方から行きますので、はい、一度お電話切ってお待ちになってくださいませ。あ、わかりました。はい、失礼いたします。はい、もしもし、あ、そうですね。はい、先ほどね、岡山駅の方でポスターをご覧になっていただきまして、はい、ありがとうございます。そうです、何のなんかちょっと怪しいやつなんかな思うと、ちょっと気になってですね、電話差し戻ったんで。ああ、怪しいってことはない。まあ、ポスターを見るとね、ちょっとそういう感じに、ね、でも捉えてしまうかもしれないんですけど。あ、ほんますか。はい、聞いていただくってことで、ああいう形を捉えていただいているので。あ、そうなんですか。も30年以上こちらご紹介させていただいてるので、30年も新鮮じゃない、うん、そうなんですよ。ははは、そうだからしっかりとした方はご紹介できますので、そこはね、ご安心してください。このしっかりとした方というのはどういうあれなんですかね、あれどういうのでお金が生まれていくんですか。女性、会員様同士のご紹介となりますので、はい、はい、ああ、会員様同士の、付き合いのご紹介させていただいてるんですね。あ、ということはもう女当人同士の話になるから、そこはお金もらえない可能性も出てきますよね。そういう、その紹介同士でっていう話ですよね。ほんでそこでお金が生まれなくなる可能性もありますよね。それ、あ、でもね、こちらは女性のお相手をするために必ずお礼は先に決まりです。あ、そうなんです。あ、決まりです。もちろん、やっぱり中に弊社が入ってますから。あ、そうだね、まあ、上司のある方たちですからね、女性の方たち。あ、なるほど、はいはいはい、それはご安心してくださいね。はい、で、お付きの内容はね、ドライブだったりお食事、お酒のお相手、お付き、お悩みの相談、お話し相手ですね、そんなに女性のお相手です。わかりやすくお伝えすると、メンタルカレー、メンタルボスさんって言ってます。あ、わかります、わかります、はい、あんな感じです。ちょっと昔したことあるんですよ。はい、うん、そういうレンタル彼氏的なやつは、まあ、お買い物ではないんですけど、はい、うん、そうなんですね、はい、まあ、それぐらいこんな感じなんかな思って電話しとる部分も興味あるのは、そうそうそうです、そうです、うん、それも想像していただければ、うん、はい、で、まあ、自分の彼女のような感じでね、このフレンドリーに女性のお相手をしていただくってことですね、はいはい、その時間に対してのお礼をさせれてるっていうことです。あ、なるほど、はい、で、おデート代、代なんかは全て女性が出していただけます。おデート代、飲食代、待ち合わせ場所までの交通費ですね、うん、なあ、 あんまお金を持っていかなくてもいいんですね。あ、もちろん、やっぱりね、男性がそういったものを負担してしまうと、逆に女性を楽しませてあげられない。なるほど。そうなんですよ。女性はその時間を楽しみたいって。ああ、なるほどですね。そこなんですよね。うん、はい。なるほど。とりあえずね、こちらはいただける金額なんですけれども、はい、金額に決まりはございません。ほう、女性のお気持ち次第です。はいはい、皆様から一応ね、相場的なことを、大体ね、初回でしたら1時間1万円前後、うん、2、3時間ぐらいのおデートでしたら大体2万円から3万円前後、
というのをお聞きしています。あ、そうです。その方からね、電車の帰り際に直接現金で渡しをしております。現金で、全員が心よくありがとうございますということでお受け取りをしてくださいので、はいはい、弊社に申告する必要はございません。あ、なるほど。弊社と男性の方からバックマージンなどは、ね、いただいてないので、はあ、はあ、もう女性の気持ちですからしっかりと受け取りをしてくださいので。なるほど、はい。ご紹介させていただく女性会の方は、今お住まいのご自宅から交通機関、お車や電車などを使っていただきまして、うん、1時間圏内の方をご紹介しております。はい、うん、なるべく、ね、お近くの方、うん、お付き合いしやすい距離の方をご紹介させていただきます。はい、皆様一度きりのデートではなくて継続的なお付き合いを希望されてますから、はい、でやっぱりお近くの方じゃないとね、なかなか頻繁にお会いできません。はい、まあそうですよね。なるべくお近くの方をご紹介させていただきます。わかりました。はい、でまず、あの、お互い条件をお聞きした上で、お互い条件に合う方、女性は3名様ほど、今年お選びをさせていただきます。なるほど、はい。まず、その3名様のお写真付きのプロフィール、まずこちらを郵送でお届けをします。はい、で、いただきましたら、この中からぜひともお付き合い進めてみたいよという女性を、3名の中から、2名様を選んでいただきまして、それでもみんなお金もらえるんだったら僕全部適当に誰でも当ててくれて構わんすけどね。あ、でもほらお互い条件がありますので、あの、やっぱりね、お互い男女ですからね、実際にお付き合いに発展する方もやっぱり独身同士で中にはいらっしゃるのね。なるほど。なるべくお互いの条件に合う方をっていうことで、まあ、ご紹介させていただいてるので、まあ、でも男性は大体ね、お任せでいいですって思うほとんどの方が多いので、そうですね。女性はね、お消える方が多いです。自分にお金かけてる方だけ。ああ、なるほどね。うん、全然年相に見えないですから。そう、だからお任せでいいですとお声いただいてますね。ああ、なるほど。そう、だから、2名様選んで2名様とお付き合いしていただくので、はいはい、ご自由に、そう、うまいようにこう2名様とお付き合いしていただければ、あの、お礼も2倍ですし、あの、2倍楽しめます。うん、ああ、はい。で、お付き合いしていた中で、いや、ちょっと1名様とね、こう長くお付き合いしたいなっていうのであれば、1名様に絞っていただいても構いません。そうなった場合は、その1人から会うたびお金もらえるんですか？そう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 。最高だろ。お付き合いした方はね、もうご本人様だとお任せしますから、うん、うん、自分のお付き合いしやすいように進めていただければなと思います。わかりました。はい、そう、ただお礼状自体も、お約束自体も、もうご本人様だとお任せをしてるんですけれども、はい、何かご相談事がございましたら、あの、弊社会社のサポートセンターという部署も設けてますので、はい、そう、あの、しっかりとサポートはさせていただきますので、はい、まあ、ご安心してお付き合い進めていただければなと思います。はい、はい、はい、ここまでに追加ご質問ございますか？いや、特にもうやってみないとなんかわからんのかなと思いました。大丈夫ですか？まずご紹介にあたりまして、女性のお写真付きの、はい、プロフィール3名様分を郵送でお届けをさせていただきます。はい、でお届けする際にですね、女性のこちら個人情報を提供させていただいてますので、この情報提供料っていうのだけ男性の方には1件だけいただいております。あ、無料でのご紹介じゃやっぱりできないです、ね。ああ、お金がかかるんですね。ああ、こっち、ここで紹介するのに僕お金を払わないといけない。そうですね。ああ、その3人。ああ、なるほど。なるほど。その3、その3人もらおうと思ったら、なんぼ銭がいるんですかね、そこに。こちらがね、税込み金額32,780円。ほんならまあ、1人当たり、1万円ぐらいで考えた方がいいと。そうですね、3,780円で、女性のプロフィールを受け取りをしていただくってことですね。あ、分かりました。なら、ちょっとまだ考えさせてもらって電話させてもらいます。はい、分かりました。はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、結局金取るんじゃねえか、最初から言えばかやろ。お前15分かかったぞ、この電話。もうこれで今日尺取れたでしょ、もうね、皆さんね、甘いよ、考え方が。まあ確かにそんな大きれいな人を回してくれるっていうのはね、熱いかもしれないけども、それお前、桜田や、大体。塾女でしょ、でも。いや、でもお金持って余裕がどうとかですね、お前。デヴィ夫人みたいに。いや、騙されんなよ、絶対。俺騙されてたわ。ほんまやね。ほんま聞いてるんやった。裏の人がこれこれ言うけど、これ来るかなって、ほんま来やがる。この電話、騙さった、大変。これ、俺、町田が目にしてやろう、これ。お疲れ様でした。環境美化だよ。おとなせんが、そうだね、皆様変な夢を見かかないように。
最初から1000円でね、気持ちよくなるせんべろを探しとけ、俺は良かったんじゃねえかと思う。誰がせんべろ行こう言うから癖が強いの。癖が強いの。ザシンプル。いや、言うのが、まあ、ちょっと暗い話しますけど、夜の人間、まあ言うたらクラブもそうですけど、おらんくなったり消えるよね。消えるじゃないですか、うん、だけど、やっぱ手に職っていうのはやっぱりその、なんて言うんですかね、僕がよく使う言葉があるじゃないですか、ザ・シンブル。だから裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。